どうも、林切りサメサメ社会学者リッキーです。先日とあるサメについて嬉しいニュースが入ってきたので、今回はそれに絡めた解説をしていこうと思います。そのニュースというのがこちらです。アクアワールド大洗初眠り深の赤ちゃん誕生。今年の8月27日、サメの飼育種数日本一を誇るアクアワールド茨城県大洗水族館にて飼育されていた眠り深が赤ちゃんを出産しました。ちなみにあと1日ずれていたら僕と誕生日が一緒でした。生まれた4尾のうち1尾は死亡してしまったそうですが、残り3尾は順調に成長し、そのうち1尾は今月10日から一般公開も開始しています。まあ、眠り深自体は他の水族館でも見られるそこまで珍しいサメではありませんが、赤ちゃんを見られる機会というのはなかなかないと思います。僕自身、眠り深は割と思い入れのある大好きなサメの一種ということもあって、公開後すぐに赤ちゃんに会いに行きました。そこで今回は眠り深の特徴や生態を解説した上で、可愛すぎる赤ちゃんの姿をご紹介していこうと思います。よろしくお願いいたします。まずは基本的な情報を確認しておきます。眠り深はメジロザメ目、メジロザメ科、眠り深属に分類されるサメです。まあ、分類されるといっても、眠り深属にはトリアノドン・オビーサスと学名のついたこの眠り深しかいません。一属一種です。多くのサメが〇〇ザメってついてるのに変わった名前だなって思った人もいるかもしれませんが、眠り深の深はフカヒレのフカです。有名な深海ザメにラブカって言いますけれども、あれと同じでフカがサメを意味しています。眠り深の生態については後で詳しく触れますが、眠っているようにじっとしているフカ、つまりサメだから眠り深という名前がついています。生息域は幅広く、インド洋太平洋のサンゴ礁で最もポピュラーに見られるサメの一種です。日本でも沖縄や小笠原諸島などで会うことができます。ちなみに僕がダイビング中に初めて出会った野生のサメが眠り深でした。全長は大きくても170センチ程度、2メートルを超えるという報告もありますが、あまり信頼できるものではないようで、だいたい1から 1.5 メートル程度の個体が多いです。体も全体的に細長く、シュッとした小型のサメと言っていいと思います。眠り深はかなり特徴的な見た目のサメなので、他のサメと見間違うことはまずないと思いますが、一応見分け方を紹介しておきます。眠り深の特徴をまとめるとこんな感じです。まあ、全部覚えてもいいんですが、初心者の方は顔つき、ヒレの位置、ヒレの模様だけ覚えれば十分だと思います。まず顔つきですが、糞が丸っこくて非常に短いです。糞が短いとされるサメでも口の幅と同じくらいかそれより少し短い程度なんですが、眠り深は糞が口幅の半分ほどもありません。そして目が楕円形で、黒目がちょっと猫目になっています。また鼻の穴のところに皮弁と呼ばれる突起がちょこんとついています。このね、眠り深の顔が大好きなんですよ。可愛さの中にちょっとかっこよさもあるような、非常にチャーミングな顔です。もうこの顔だけで押せます。次にヒレですが、眠り深は第一背びれが体のやや後ろ側にあり、第二背びれや尻びれも大きいのが特徴です。他のメジロザメでは第二背びれや尻びれが小さいことも多いので、ここも見分けのポイントになるかと思います。そして最後にヒレの色です。眠り深は体全体がグレーに近い色をしているんですが、第一背びれと尾びれ上葉の先がはっきりとした白色になっています。ヒレが白くなるサメは他にもつまじろと汚れが有名ですが、顔つき、体つき、模様の入り方全然違うので、これらを見分けるのは簡単だと思います。この模様と生息域から英語では White Tip Reef Shark と呼ばれています。猫目で丸みのある愛らしい顔、シュッとした体、そしておしゃれな模様、もうこの見た目だけでも魅力たっぷりのサメですね。眠り深はだいたい水深8から40メートルの浅い場所に生息していて、昼間は海底や洞窟の中でおとなしくしていることが多いです。
タグ付けを行った研究やダイバーの体験談などによれば、ネムリブカはほとんど回遊せずに一箇所にとどまり、ネグラとしてそれぞれ決まった洞窟を使うことも多いようです。しかもそこを縄張りとして独り占めするわけではなく、他のネムリブカと折り重なって洞窟に入っていることもあります。この一緒に洞窟に入ってる姿とかめちゃくちゃ可愛いんですよ。なんかこう同じ方向を向いてむぎゅっとこう狭いところに入ってる感じが可愛いですね。実際に寝ているとは限りませんが、この様子が眠っているように見えるというのが眠り深という名前の由来になっています。ここで触れておきたいのが眠り深の呼吸についてです。サメはマグロのように泳ぎ続けなければ呼吸ができないと思っている人は今もいるようで、実際に一生泳ぎ続けるであろうサメもいるんですが、眠り深をはじめとする多くのサメが実は泳がなくても呼吸することができます。水底にいる眠り深をよく見ると口を少しパクパクさせています。彼らはこの動きにより口から海水を取り込んで、体の側面にあるエラに酸素を送り込んでいるんです。まあ、泳ぎ続けなくても呼吸ができるサメはネコザメ、ドチザメ、イヌザメなど分類を超えて数多く確認されているんですが、メジロザメ科のサメでこれができるのは結構珍しいです。さらに止まっていても呼吸ができるサメの多くは噴水孔という穴が体の横側にあるんですが、ネムリブカはこれが非常に小さいというよりほとんどないような状態です。まあ、僕の勉強不足かもしれないですけれども、結構噴水孔が大きいサメは止まっても呼吸ができるっていうイメージがあったので、このネムリブカの噴水孔はですね、結構僕の中で気になってます。例えば噴水孔を持つ他のサメとネムリブカに代謝速度の違いはあるのか、もともと泳ぎ回るサメから止まれるサメに進化したのか、その逆なのか、あるいは噴水孔が重要じゃないならどんなメカニズムが呼吸能力の違いを生み出しているのか、まあ、ここら辺僕なりにちょっと調べても答えが出なかったんで、この辺を深掘りする研究とかがもしあれば面白そうですね。昼間はじっとしていることが多い眠り深ですが、夜はサメらしいハンターになります。夕方頃からだいたい活発になる彼らは、サンゴ礁に住む魚や甲殻類、タコなどの獲物を襲います。もちろん魚たちも食べられないように岩の隙間に逃げ込んだりするんですが、眠り深の体は細長く柔軟で、他のサメや大型魚が入れないような小さな穴にも顔を突っ込んで獲物を追い詰めます。でここからは僕の推測なんですが、眠り深の顔つきはおそらくこうした食性と関係があると思います。岩の隙間に潜む獲物を襲うなら、他のメジロザメのように糞が長いと邪魔なんで、より顔の前面に口が来るような天竺ザメ類に近い顔つきに進化したのではないかなって思います。ちなみにその顔つきが関係あるか分かりませんが、岩の隙間や海底にいる獲物を食べるのが得意な眠り深も、水中に浮かんでいる餌を食べるのは若干苦手みたいです。眠り深は他のメジロザメ科の仲間同様に胎生のサメです。胎生の中にもいろいろなタイプがありますが、眠り深は胎盤を形成するタイプです。赤ちゃんは最初外卵黄嚢という袋に入った栄養で成長しますが、その栄養を使い切った後、卵黄の袋がへその緒のように伸びて胎盤を形成し、母親から栄養を受けて成長します。妊娠期間はだいたい1年ほどで、少なくとも1尾多くて6尾の子供を産むとされています。今回アクアワールド大洗では去年の8月に交尾を確認していたそうで、死んでしまった個体を含めると4尾の出産が確認されているので、妊娠期間、出産数ともにこれまでの記録と大きな差はなさそうですね。ではそんなアクアワールド大洗で生まれた眠り深の可愛い赤ちゃん、今回その様子を実際に撮影してきたので映像をご覧ください。どうぞ。こちらが眠り深の赤ちゃんです。ちっちゃいです。めっちゃ可愛いサイズです。大きさ約60センチだそうなんで、親の半分くらいですかね。本当にちびちゃんで可愛いです。アクアワールド大洗に行ったことある人ならわかると思うんですけど、
この水槽を本来タッチプールに使ったりとか、トラザメなどの小さなサメ、あまり動かないサメを卵と一緒に飼っている水槽なんですよね。もうそこに収まっちゃうサイズの眠りブカって本当に可愛いです。そしてサイズも可愛いんですが、顔はもうやばいです。もうちゃんと見てほしいから一回写真出しますね。こちら見て、この顔めちゃくちゃ可愛くないですか。もうね、ちゃんと眠りブカだってわかる顔なんですけど、やっぱり幼さがありますよね。もう心なしかちょっと生意気そうに見えるのもたまらないです。もう尊いです。めっちゃ可愛いです。で、制御と比べてみると黒目の部分が小さいですね。まあ、サメって周りの明るさで大きさが変わることもあるんですけれども、親の水槽が特別暗いわけではなかったので、おそらく光量による違いではないと思います。さっきの解説で昼間はじっとしてるって言ったのに、この子めっちゃ泳いでますね。まあ、特に何かストレスかかってるわけじゃなくて、幼魚と成魚でこうした違いが出るっていうサメもいますし、あとは眠りブカも昼間は必ずじっとしてるわけではないです。僕も小笠原で釣りした時とかダイビングした時に昼間に泳いでる眠りブカを見たことあります。であと水族館だとお客さんがいる時間に餌をあげることが多いんで、それで生活リズムが変わるってこともあるみたいです。ちなみにこの子たちの親を見に行ったら、親もねめっちゃ泳いでました。この方がねいい感じに写真とか動画撮れるんで、僕的には嬉しかったんですけど、あんまり眠り深感なかったですね。で、成魚との違いをもう一つ挙げると、幼い眠り深は成魚よりも尾びれの割合が長いです。まあ、せっかくなのでこれも比べてみました。まあ、泳いでる時の写真の上に幼魚の水槽のガラスが若干丸み帯びてるんで正確ではないんですが、確かに測ってみると赤ちゃんの方が 10% ほど全長に占める尾びれの割合が高かったです。まあ、一般の方からしたらだから何って思われるかもしれませんが、この論文に書いてあることを実際の生き物で検証するのは、まあ、僕にとってそうですね、ガイドブックとかテレビで見た観光地に実際行くのと似たようなこうワクワク感があります。しかももしこれで論文と万が一違ってたら、ワンチャン新発見の可能性も一応ありますからね。しかもこれに関してはこの子が赤ちゃんの時しか確かめられないです。まあ、もちろん一般に情報出てないだけで、大洗の職員さんがね全部計測してるんだと思いますが、まあ、本当にこの尾びれに違いがあるのかっていうのは個人的に気になっていたので、まあ、実際に写真撮って検証できてすっきりしました。そして今回給餌してる餌をあげているシーンも見ることができました。飼育員さんが口の前にね頑張って魚の切り身を落としてあげているんですけど、はい、ちょっと惜しい場面もありましたが、結局僕の前では餌を食べてくれませんでした。ただこれ以外の時間にちゃんと餌は食べてるみたいなんで、今のところ結構順調に育ってるそうです。まあ、眠りブカが成熟するにはだいたい1メートル超えるあたりか、もう少し大きくなってからのはずなんですけど、そこまで成長するのにだいたい 4,5 年はかかるそうです。もうこれは年パス買って通うしかないですね。このチビちゃん眠りブカがどんな風に成長していくのか、今後も長生きしてぜひ成長した姿も見せてほしいなって思います。以上が眠りブカの解説と、大洗で生まれた眠りブカの赤ちゃんの紹介でした。まあ、生き物が相手なので絶対はないですけれども、今まで数多くのサメを繁殖させてきたアクアワールド大洗であれば、この子たちも元気に育ててくれると思いますので、まあ、今後もこの子たちがどんな風に成長していくのか、個人的に追っていって機会があればまた紹介しようと思っています。まあ、こんな風にこのチャンネルでは海の生き物を中心に生物の生態や環境問題について発信を行っているので、こういうの一緒に勉強していきたいよという方はチャンネル登録、高評価、ツイッター、インスタのフォローと、僕が運営しているサイトボードギルのチェックをお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さよならブカ。
バイバーイ。